こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、腕時計 の文字盤の分刻みですね、よく5分ごとについている分刻みが外れる場合あるんですよね。文字盤に書いたものじゃなくて、この貼り付けたようなこうあるんですね。それが取れた場合、よく貼り引っかかることがあるんですよ。それについてちょっとご説明したいと思います。腕時計のね、文字盤の分刻みってね、よくこういう時計、これちょっとも外れてるんですけど、ちょうどこの12時のところのこうちょっとダイヤじゃないんですけど、こうキラキラ光るこういうものがね、こうこれがちょっとコロ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 、それとあと55分のこう5分前のこうもうこのちっちゃいポッチが取れちゃって、これはやっぱり腕にかけてる場合はやっぱり引っかかることなんですよね、針に。そうすると止まっちゃうんで、これもですね、全部機械外してつけること可能でございます。ただ物によってはですね、よくネットでお求めになった時計で、最後にこうガラススポンと入れ込んだやつはね、ちょっと機械外れないんですよね。そういうのはちょっとできない場合あります、例外的に。その他は、大体できるかと思いますので、もしそういう症状ありましたらですね、店の方にご相談いただければ対応いたしますので、どうかよろしくお願い申し上げます。